皆さんこんにちは。どうも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 来ましたね、高島。今日多いっすよ、なんか霊魂がすごいですよ。ついちゃってそっちはそっちでしょ、こっちこっちついてるんで、まあ、こんだけついたら払っていくから、もうは何なんですか。今日はですね、はい、初のコラボ企画ということで、おー、どうも、はじめまして、釣り&ドローンのガルゾーチャンネルです。今会えるエギンガーガルゾーと、マーガー長い、マーガー長いのよ。こっちは忍です。イエーイ、よろしくお願いします。モッシュで遊ぶローから来ました、みっちゃんです。よろしくです。大輝です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということでね、今回ね、はい、3チームに分かれて、寝魚釣り大会ですね。寝魚釣り。ロックフィッシング。3匹の総重量で、勝負をしていくと。対象魚は、まあ、アラカブとか、まあ、オコゼでもいいし、で、ハタとか。寝魚なら、何でもいいってことね。そういうことです。寝魚なら、何でもいいってことね。ワーム使ってもいいし、餌使ってもいいし、なるほど、まあ、ジグ使ってもいいし、そうしました。何でもあります。OK です。はい。こんな感じでやっていきたいと思いますんで。ご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、到着しました。ポイント到着ですね。ちょっとばらけてやってるんですけど、まず僕らはね、ワームを使ったロックフィッシングを頑張っていきましょう。勝ちに行きますか。勝ちに行きましょう。私今回はロックンベイト、と見てみたいと思います。 10g。 わあ、風が強いのよ。風ないっていう話だったのに。ゴミえぐ。このチームね、もうすでに釣ってると評価があるということなんで、焦ってきましたね。僕らも本気を出していきたいと思います。ある、行っていきたいと思います。どうだ、どうやらだいぶ先祖なお前な、いろいろやってみたかな。秘密兵器を出すしかないですね。イカ、エソ、これ釣れるやろ。不本意ですけど、早めにイカを使うのは。ああ、さあ皆さん、イカに変えて1投目ですね。実績もあるし、どう考えても餌やから取ってますよ、あの人。帰る世界へ戻すために、お前らのようなものは先祖様の。あ、ついてる。アラカブやっときた。アラカブやっときました。ちょっとちっちゃい。トレードのその時間が来たんですか。はい、今回ですね、ちょっと企画としてチーム戦で個人をちょっとトレードしましょうと、うん、一人一人をまあトレードすると、交換するってことですね。はい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 。で、交換して向こうに行って釣ったら向こうの超過にあると。そういうことですね。そうですね。もしからのトレード申請なんで、はい、了解です。まあまあまあ手を抜かないでください。でも了解です。せっかくなんで。わかりました、はい、全力で釣っていきたいと思います。はい、鼻水出てない。ギリ大丈夫ね。やめなさいって。お分かりいただけただろうか。鼻水のようにも見えるレイコン。やめなさいって、そういうのは。はい、いってらっしゃい。行きまーす。チームモッシュから大輝がね、よろしくお願いします。参加します。トレードということで。30分間。ちょっとリルエチームに。なんか情報によると、はい、釣ったみたいな。ちょっと釣れました。今日アラカブ。5匹は釣れます。おー、素晴らしい。今いくつなんだ。今年25です。あ、20、若いな。釣り歴は中で行ったらショットアップ。おー、まあするよね、長崎の人ね。そうですね。店の紹介とかも一応。あー、バーモッシュというのはですね、まあ私が、やっておりますバーなんですけども、2018年に、長崎市にオープンしたお店でございます。主なテーマとしてはですね、遊び、音楽、ドラマ、この3つをテーマに、このお店っていうのをやってるんですけども。イエーイ。 PR はそこら辺にして、はい、釣ってもらいましょうか。よろしくお願いします。たったたった、クロダが立った。うわー、釣ってる釣ってる。大輝、釣りました。有言実行すごすぎるやろ。ちょっとちっちゃいですね。まあね、はい、ちょっとリリーしましょうか。リリーしましょう。サイズアップを、はい、簡単ですね、やっぱ簡単。俺一匹も釣ってねえわ、まだ。お、
何？ギリギリ言ってるよ。正解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 。釣りというのはこういうことです。簡単ですね。でかいよ。これでかい。これでかいですよね。20ぐらいか。いや、なんかありがとうございます。ナイストレード。これちょっとキープで。キープで。釣りとはこういうことです。ってことはここの中がいいってこと？やってみましょう、こっちでちょっとじゃあ。当たるわ。帰ってきましたけど、あ、釣れましたね、私も。釣れました、釣れました。釣れましたよ。これちょっとリリースしましょうね。ちっちゃい。でかいでかいでかい。これまたいいじゃない。これもぼちぼちいいサイズです。はい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 。まあぼちぼちでかいです、ね。まあキープサイズですよ、それちゃんと。ありがとうございます。あ、おめでとうございます。素晴らしい。唾液そろそろ30分ですね、はい、2本もいただいちゃって、皆さん唾液ですね、覚えとってくださいよ。またね、はい、一緒に多分やると思うんで。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、胡蝶が来てます。皆さん、人の穴をかっぱらおうと胡蝶が来ております。この姿、お茶目でやんちゃ、優等生にはない荒ぶる魅力が彼にはある。アサヒビール、マツダの提供でお送りします。彼はファンの間では今でもカリスマ的な人気を誇っている。頭をフル回転させながら探る。釣り歴は始めたのはもう10年前です。会社の人と、まあ、一緒に行こうという話になってから、それから少しずつハマってきたところです。サビキとか浮き釣りとかいろいろですね。初めて釣ったのはアジゴですね。嬉しかったです。感覚は何もわからなかったんです。リラックスできるところです。それが楽しみです。がリラックスしてます。帰ってきましたよ、皆さん。2回寝掛かりしてね、それで帰ってきました。ブーブー言われました。ちょっと来てくださいよ、今から。すいません、運行してくるから。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。軽量ですよ。はい、チームのにじむような思いをして皆さん知ってましたから、はい、お前に関しては運行しに来ただけやないかい。これチーム戦で、はい、チームごとにビニールに入れてるんで、これで測っていきたいと思いますんで、はい、チーム模試ですね。チーム模試から。いいじゃん。結構いいですよ。いや、いい。でかいでかい。でかい。この3匹で勝負と。勝負でさせてもらってます。はい、続いて。はい、リルレですね。はい。ほら、まだ生きとるやん。ほら、稲葉ウア。すごいんだから。稲葉ウアしとるやん。すごいんだから。これ、言っときますけど、あのリルレで釣ってるの1匹だけです。こいつですから、しかもリルレで釣ってるの。リザさん、いつも通り。続いてガルゾチャンネル。いや、いいやん。ガルゾが1匹と、うん、あとはシノブちゃんが2匹。おお。今日ね、 MVP はシノブちゃんです。うちのシノブちゃん今カメラマンやってるんで下から舐めさせてもらいますね。こんな感じで3つ。はい、よろしくお願いします。わかりました。じゃあちょっとうちからいきます。これもう見た感じ、うん、はい、いきますよ。よいしょ。新子のイカより軽いんやけど。225g です。これひどい。いや、パチパチいらんから。さすがリルレ。じゃあ続いてガルドチャンネルいきます。はい、はい、かけました。おお、260。そんな言うほど。暫定1。チームモッシュ行かせていただきます。はい、よろしくお願いします。おお、おお、275。お、1位だ。マジ？ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。仕事終わってここ来てよかった。昨日テキーラをね、10杯飲んだらしいんで。飲みすぎたっすもんね。よかった、ありがとうございます。おめでとうございます。ちょっとこいつは、味噌汁に
日、そうね、本日一日ありがとうございました。まあなんか我々が勝つというなかなか予想外の出来事もね起きてしまったんですけど、いや素晴らしい、すいません勝たせてもらって、いやリベンジするし、いやリベンジ待ってます、俺ら勝てるしちゃって、まあそんなこんなでコラボやったんで、はい、そうですね、ガルゾーチャンネルとリビューレさんのコラボで、はい、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。またなんかこういう企画いろいろやっていきたいと思いますんで、はい、みんなで釣りしていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。一本締めで